はい、みなさん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、えー、また出てきましたね。高額利回り詐欺投資案件。えー、今回はですねあの、アルファロックっていう会社ですね。はいまあ、今まではなんか一部の資産家にしか公開されてなかったものが、まあ、それが2015年ぐらいから運用されていて、でそれで2020年にですね、えー、一般公開されましたよ。パチパチパチみたいな、ね、感じで出てきた、えー、投資系 MLM なんですけども、 えまずですね入るにはまあ1,000ドルまあ約日本円で10万円ぐらいですかねで入れるよっていうところとあとはまあおなじみの,あのアービトラージ方式のねあの運用の仕方ですよでこのアービトラージ方式好きな人多くないですかなんかアービトラージであのなんか運用してたら絶対にも上げるみたいなねでしかも今回も三角アービトラージっていうね あのまたそれのパイオニアっていう話で出てきてはいるんですけれどもでねそれでまあおなじみの、えー、なんと月に15%以上みたいな <laughs> ありえないでしょみたいな、ね、やっぱ15%では最初は出てくると思いますよ、うん、ただまあ続かないですね まあ僕の予想だと、えー、前回のプランスゴールドが飛んだ時は、えー、まあ1年以内に飛ぶでしょうっていってね、いろんな人に言ってたんですけれども、まあ、この、えー、とアルファロックに関してはですね、1年とちょっとぐらいで飛ぶんじゃないかなっていうふうに踏んでいます。はい、で、えーとまあ、そもそもなんですけど、前回もちょっとお話はしたんですけれども、そもそもね、紹介制度のついている、えー、投資、 ってていいいうもの自体に対してまず疑問抱かななきゃいけないんですよなんで組織報酬発生すんのみたいなね話なわけで、えー、本当の投資は、えー、もう紹介してその何て言うかなこうマージンを受け取れるような方式とかではなくて別にそういう仕組みくっつけなくていいんですよね、うん、だから、まあ、今回のねこのアルファロックに関しても結局のところハイプ案件だったりとかねポンジスキームというかね、まあ、必ず飛ぶ案件になってますという感じ。 だから多分おそらくこれからねかなり盲信するようなねあのこれは最強だみたいな感じの人とかもかなり出てくると思うんですけど、まあ、そんな幻想には惑わされずですね、えー、ちゃんと正しい投資をねやった方が人生は安定しますよという感じですねでそもそもねその投資っていうものってそのなんかよくみんな,なんか人生変えるには投資しかねみたいな人いるんですけど投資って本来あれですかねお金守るとかね資産守るためのものですからね そんな感じのものなんで、なんかそれでワンパンドッカン人生やっちゃおうみたいなね、感じでやってる時点で、ちょっと痛いかなみたいな感じですね、はい。あとはですね、まあこういう投資系のね、最近の MLM とかでは、なんていうのかな、なんかね、資金ロックなしって歌ってるところ多いんですよ。うん。資金ロックないよ、みたいな。うんで もうねこの資金ロックがないっていう言葉を信じちゃダメですよ。つか普通なんで <laughs>、はい。で、まあね、あのイーサーとかリップル、あリップル何か、えーと、ビットコインとかね、そういったもので、えー、こう換金とかいろいろできますよみたいな感じだと思うんですけど、まあ、ウォレットとかを使ったりね、ね海外口座使ったりとかすると思うんですが、まあ、そ大体最終的には出金停止になりますね。 まあ前回のね、まあ、もう学んだ人もいるんじゃないかなと思うんですけど、プランスゴールドが結構いい例かなって思いますね。出勤、えー、ロックなしっていう風に歌ってたんですけど、最終的には出勤停止になってね、そのまま飛ぶっていうね。あれめっちゃ面白かったでっすよあのなんだっけ。夜逃げ状態というか、気づいたら、あのー、その会社がねある事務所からものけの殻になってたみたいな感じだったというか、もうギャグだろみたいな感じですよね。うん であとよくあるのがね、さっき言ったような5年の運用実績みたいな部分あるんですけど、そのね、運用実績とかもね、信じちゃだめだと思いますね。まあ、仮に、あのその運用実績あったとしても100%飛ぶんでね、もう今までのもの全部そうじゃないですか、うん、知ってる人は知ってると思うんですけど、今までやってきたものも全部なんか実績がどう、エビデンスがどうみたいなね、だから絶対エビデンスじゃないでしょ、そみたいなね、こともずっとエビデンスって言ってたりとかね、バカがと思ってたんですけどね、<laughs> えー、なんかバカの一つ覚えみたいに。 だから、まあね、こういった、えー、投資系のね、えーまあ、投資系ですから、ね、投資じゃないですか、ね、<laughs> そういったものにお金をね、まあ、こう分かっててやってるならいいかもしれないんですけど、まあ、ど素人というか今までね何もやったことがないビジネスもやったことがない、えー、自営業とか、ね、そういったものもやったことがないような人とかがお金ポンポン入れる、えー、ようになってしまうと、まあ、痛い目どころかねもう本当にやばいことになるかなって思いますね。ね、うん であとはですね、そのよくね、詐欺だ、詐欺だっ,つって、ね、騒ぐ人たちいっぱいいるんですけど、結局ね、何、えー、て言うかな、どんな案件とかがね、来たりとかしたとしても、結局支払ったのはあなたの決定でしょっていう話なんですよ。全部自己責任なんで、だからその自分でその自己責任として捉えられないんだったら、投資なんてやるもんじゃないし、投資と思ってやんない方がいいんですよね。まあ、そもそも知識不足な時代に投資できてないんですけどね。うん はい、だからまあ今回のねこのアルファドックっていうのも、えー、まだね1年ちょいで必ず飛びます100%いや400%飛びますね、はい、なのでまあぜひです、ねあのまあ、正しい目というかちゃんと歴史もね知ってくださいね本当に、えー、まあおさらいとして言っておきますけどこの投資系の MLM が、えー、続いた継続した試しは本当にないですと。 いう感じです一番続いたのでビットマスターっていう会社でね、えー、約7年ぐらい続いたんですけどねある日突然、えー、なんか事務所が火事になったっていうところのなんかものから来てなんか最終的には飛んで、ね、消えるっていうでその時もねこれ自慢じゃないんですけどあのー、まあ、知り合いの女の子でビットマスターやってる子いたんですよでその子があのー、まあ、僕は知ってたんでそれそうです飛ぶっていうふうにねま傾、あ、向とかを見てこれもうじき飛ぶぜっつったら3日後に飛んだんですよね そういったね、兆候とかもね、あったりとかするんで、あとそもそもね。うん。で、あとね、その、会社サイドの話をすると、そもそもなんですけど、こういった高額投資案件っていうのは、もうお金集まったら飛ぶって決めてやってる会社がほとんどなんですね。だからえ、もう、もう飛ばれるのは当たり前だっていう感覚を持たなきゃいけないんですよ。だからね、まあ1年持つんだったら半年ぐらいは運用してもいいかなぐらいな感じの感覚値でやるんだったら、まあ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 、100歩譲っていいんじゃないみたいな。 感じなんですけど、まあ、人間欲深いですからねあのどん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 ねあの投資していくしあのずっと残しておきますよこれ。うん まあ僕はそういうのはやったことが、やったことがないというかね、投資自体はもうずっとやってるんですけど、えっ、ー、と、まあ、ビットコインとかね、そういった、えー、仮想通貨系とかでね、結構いい思いはしたんですが、あのね、なんていうのリテラシーがあったとしてもね、お金ってやっぱ消えてくんですよ。人間ってやっぱ欲深いんで、そこがね、まあ、過去の自分はそこのコントロールがね、そんなにできなかったというところでね、あのー、いろいろあったんですけれども、ま、ぜひですね、まあ、そんな風にはね、なってほしくないというか、まあ、そういう経験あんましなくていいかなと思うんで、 まあこういったそうですねまあ詐欺案件としておきましょうか、そういったものに引っかかる人がいなくなればいいかなと僕はね個人的に思うんですけど、いかんせんねあの何楽をして稼ぎたいっていう人とか、あとは自分のね努力を踏まずにねえお金を手に入れたいっていう人ばかりなんですよ、世の中って結局、日本ってあの責任転嫁国家だし、何も自分でやろうとしないやつらが多すぎる、でもなんていうそういうかい考え方があるからもう詐欺にめちゃめちゃ引っかかるんですよね。 うん、だから、あとはね、これも危険ですね、誰々が言ってるから大丈夫だろうみたいな、私の信頼、信用している人が、えー、言ってるから大丈夫だろうみたいな、うん、感じというか、うまくいかない人の、えー、共通点としては、まあ、自己責任能力がないっていうところと、あとは、えー、行動しない、<laughs> あともう一つがあの、知り合いが信用できるからっていう理由で入る人、もうこれ絶対成功しないですね、全部自分で決めた方がいいです。はい だからこういった感覚というかそういったね、えー、なんていうの考え方でやるものではないと思うし、まあ、そもそもね飛ぶものをね人に勧めるのも、ね、結構どうなのかなって <laughs> 思っちゃったりもするんでま、うん、まあまあそれをね了承のもとやってるんだったらいいと思いますけどねお互いにというか、まあ、これ絶対飛ぶけど,どう今入れといたらいいよみたいなね。 感じとかだったらで俺この時期に俺は先に引こうと思うんだけどみたいな感じでもう言ってあるんだったらいいと思うんですけどもうこれ絶対来るからとかいうね嘘ついてねこうお金集めてそれで報酬もらってってそれなんかまあクリーンじゃないし気持ちくないと思うんですよね <laughs> うん。なのでまあねそういったね、えー、ものから 物、えー、にですね、引っかからないように、えー、自分のね、身は自分で守っていかなきゃいけないものだと思うんで、まあ、ぜひですね、この動画というか、まあ、過去の,プ,レンスゴールドのプランスゴールドのね動画とかも結構参考になるかなと思いますんで、えー、ぜひぜひですね、何、えー、て言うかな、こう何かお役に立てればと思います。はい それではですね、まあ、今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。で、後にですね、まあ、飛んだ時にもねあの、あの時の予言当たったでしょっていう動画もね、撮っていこうと思いますんで、ぜひぜひ皆さん楽しみにしておいてください。それでは皆さん、バイバイ